方ね。俺この町は第二のふるさと。だから18から夜行列車乗ってこっち来たのよ。音楽の修行とかね、人間修行というのがね、そういう町でしたね。やっぱり博多の町に置いたすとね、ある種の感慨深いものがある。デビューされたのって博多時代にデビューでしたっけ？一応ね、仮デビューってやつだな。長渕剛さん時代ですか？なんで知ってんだよ。古傷に触れんじゃねえよ。お前長渕剛って名前はちょっとあれやぼってえから長渕剛でいいだろうなんて言いやがってさ、この野郎と思って。もう俺新人だからはいって言うしかねえじゃん。くっそーって。ほんでデビューしたんだけど、俺は鳴かず飛ばずだよな、そりゃ。しかもダサいタイトル、雨の嵐山。雨の降る京都の嵐山を二人っていう感じのしっぽりとさ、濡れた歌なのよ。最後の仕事は銀座のね、当時のあのステレオの機材の売り場の前で歌ったんだけど、聞く人誰もいないし、それでもう誰にも告げずにそのまま帰っちゃった。また帰りました、もう嫌ですって。帰っちゃった。それでもう一回弾き直しだと思って曲いっぱい書いて、それで純恋歌っていう歌を書いてコンテスト出て、で入賞して、それでそっからまあ駆け上がっていくというような。だから一回審査舐めたっていうかさ、悔しさ舐めて、失恋もいっぱい経験をして、そっから本気でやるぞみたいな腹が決まったんだろうね。だからこの博多っていう町は、僕は鹿児島から初めてこの町にやってきて、それで親元離れて人情っていうものや優しさっていうものや社会っていうものを教えてくれた、そして音楽の基礎も教えてくれた先輩たちに恵まれてた。みんなに背中を押してもらった。東京行った、失敗した、またウェルカムだった。また次頑張りよって言ってね、いつかスーパースターになるけど、励まされて、それで覚悟を決めて、腹決めて、よし、二度目の正直よってなことで東京出てきた。懐かしい。